劉二次は中華人民共和国の陸上競技選手。厚生省吉安市、安福県出身。競歩を専門とする。50km 競歩の世界記録保持者。リオデジャネイロオリンピックと北京世界陸上の 20km 競歩の金メダリスト。劉は2006年に世界ジュニア選手権とアジア競技大会で優勝し、世界に頭角を表した。 翌2007年の世界選手権は19位と苦い、デビュー戦となったが、2008年北京オリンピックでは4位で、競技を終えた。世界レベルの主要大会での最初のメダルは2009年の世界選手権で獲得した銅メダルであった。同年、中華人民共和国全国運動会で優勝を果たす。2009年のアジア選手権では失格となり、 日本の川崎真由美に優勝を渡した。龍は2010年のアジア競技大会で再度優勝を飾り1時間30分06秒の大会新記録を受立した。2011年シーズンはスイスルガーノで開かれた IAF 世界競歩チャレンジの一戦で優勝という好調な滑り出しを見せた。これに続いてチャンス賞蘇州市の体操市で開かれた 世界競歩チャレンジの一戦で自己ベストと同タイムをマークしアイルランドダブリンの開かれた競歩チャレンジの一戦も制した。そして世界選手権ではオルガカニスキナに,好きなにあと一歩及ばず銀メダルとなった。2012年には2 0キロメートル競歩で王権が10代の時にマークしたアジア記録1時間26分22秒を 塗り替える1時間25分46秒を大層氏で記録した。こうして臨んだロンドンオリンピックでも回想を見せるも4位とメダルを逃し、銅メダルを獲得したキレビ、10年にアジア記録を破られてしまった。しかしながら世界競歩チャレンジファイナルでキレビ、10年に勝利したばかりでなく、金氷が22歳の時にマークした5000メートル競歩のアジア記録を更新した。 2013年シーズンは世界競歩チャレンジの一戦であるメモリアルアルビセッティにて1時間27分06秒の大会新記録を出した。世界選手権ではベイラ・ソコロワが先行していたが行動から陸上競技場に戻ってきたところでソコロワが失格となり後を追っていたリュウが銅メダルを獲得した。ありがとうございます。